はいいどうもオックポンでございます暗号通貨市場がまたあ下がってきてるっていうところで、えー、ちょいとですねメンタルのお話暗号通貨の話もしようかなとは思うんですけどもメンタルがやっぱりいいのかなっていうところでちょいとメンタルの話をね、えー、しようかなと思います。 あの常日頃ですね、私が変んなことを言いますよね、えー。例えばなんですけども、お愚痴をするところには、あまりには寄らないとか、あ,あとは、マイナスの発言を自ら立つっていうところとか、でプラスの発言をするとかね、で、な、ま、ん、あ、だろうな、人を批判しないとかね。 えー、すごい多分世の中では当たり前になされてることだと思うんですけどもこの、あのー、今言ったことなんかは非常にですね、えー、合理的なんですね。で言葉言霊こういうことを昔はよく言ったんですけども言葉の波動っていうのはあ人にいい影響を およぼします。これは必ずおよぼします。で、ともすれば自分の方にマイナスの発言をしたりっていうのは返ってきます。これはですね、ダイレクトに直に返ってくるんではなくて、間接的に返ってくる場合っていうのが結構あります。あのー、 日本人の気質なんですかね。あの、そういうところが非常に他人と調和を取ってきながら生きていくっていうね。えー、これはあ、今も昔もあんまり変わってないと思うんですよ。ただ、あ社会的風潮としてはもうネットでね、えー、社会っていうものはあものすごくな分離化、分散化されてて、えー、で、それで欲しい人は、あその、 集中してね同じような情報を拾うような形になったりとかしてて何ていうのかな昔の文化あーなんですでその調和が取れたのがいいって言われがちなんですけども今はあこれを自分の生活を改善とかあ上に向くあるいは自分の欲求を満たすっていうところで取ればあ調和を取れたのはあ,あまりね 私はおすすめはおめで、きないんでですよででそういうことをやってるとですね、やっぱり周りからの反動っていうのはあ変わったことをやるわけだから、批判っていうのは必ず受けるんですよ、ね、で,これでですねこれですね。 あのー、一つ面白いもので精神安定剤みたいなものをこれは昔から日本人に世界的にも古くから、まあ、宗教なんかやられてる方はあ聞いたことはあると思うんですけども朝日を浴びるとかね えー、朝日を浴びてでそれに対してでなんか幸せホルモンみたいのがあ正式名称がなんとかホルモンってあると思うんですけどもドーパミンかなドーパミンが出るので、えー、その朝日を浴びることによってねえーまあ、ななんだろうな平坦平坦というかあ幸せ度が増すのかなとこれは当たり前のようにやると思うんですけどもこれ結構大事なような気がしてきました。で 私もですね、まあ、今の時期、やっぱりあの、まあ、雨が降ってるってところで梅雨ってところもありね。で、静岡っていう場所はあその雨が全国的にも少ない場所なんですよ。それでも雨が降るとおやっぱり多少なりとも落ち込む。 確かにあの前に言ったね、過去に言った非常に寝やすい環境ではあるから、ああの寝たい方はですね、このね、えー、低気圧でもって、あのー、低気圧が下がった時ってのはあの寝やすいんですね。湿度管理だけすれば非常にいい楽にいい寝れるので、これはお勧めしたいんですけども。で、朝日を浴びるとかね、あと早起きっていうのはあ非常にいいんじゃないかなっていうのを お感じ始めましたあ私は性質上おそらくそれはね、えー、結局結局というかそのリズムに合わせてっていうのは結構ぐちゃぐちゃしたような形でを取っていくとは思うんですけども今後もねで、えー、未来的には中長期的に向けてはそっちの方向に取れるようにね えー、してきますで取れるようにするのには今の生活っていうのをそもそもお土台をですねポジションをひっくり返さなきゃいけないので、えー、これをしなきゃいけないなのでやっぱり資金っていうのは必要だっていうところで、まあ、ここに特化していくとおそれを特化をしないとおその生活スタンスは取れないので、うん、今あるポジションを全部うひっくり返すっていうのはね、えー、そこの資金繰りいね えー、淡々と入ってくる資金でも生ませないともうどうにもこうにもならないですよね自分が動いてたんではうんっていうところからあそこにポジションをシフトをしていくのにその資金ですねしつこいようですけどもっていうところをやってきますあとおなんだろうなう運動っていうのをその日朝日の話をもう少ししましょうかねあのー、朝日を浴びる何で日に当たるのかば、まあ、いいのかっていうのはこれは あ変な話ですね、えー、自然の例えば日本で言えば自殺率っていうのが高い県が実はあってでそれが秋田だったりするんですよで私は秋田にも3年ほどいましたなので秋田のお日照時間がどれほど短いのかっていうのは3年ほど体感させていただきましたでその3年の間にですね 体感ししたたもののっっっていうのはやっぱり果てしなかったです、えー、当時ですね本当にいいまあ運っていう運がですね全然、うん、寄ってこなかったですでまあほ日々ですね、えーうん、パチンコに行ってで日をああ浴びないね生活をしてで憂鬱な気持ちになってただこれはどうやら私だけではなさそうだったんですよ。 でお同じところにいる方で街を見てもあんまり口が開かないだんまりな人が多い県だっていうのはあ性,質性質上ですよおそらくここなんじゃないかな日が当たらないからあその性質の方が多かったんじゃないかなっていうのが取れますあと何て言うのかなみんな我慢してる感じが非常に取られた で、その我慢のしどころっていうのは、秋田っていうのは賃金も低いところなんですよ。賃金も全,全国的に見て非常に低い県で、で、人口の流出も、秋田、まあ、市なんかはあ非常に過ごしやすい場所で、えー、整地されたね、もう駅なんかとんでもないでかいところなんだけどお、そういうところですね、その市内とかは比較的過ごしやすいです。環境的にね、道も整ってて。 えなんですけども、郊外に出たりとか、あ他にいるときとかっていうのは、結構やっぱり天気の面がね、とにもかくにもその天気の面が影響してて、半年ぐらいはですね、結構大変な時期なんですよ、1年のうちの。曇りが多くて、洗濯どうしてようかっていうね、ずっと部屋干しにして、私がそれがあ体感できたのは、ステレオみたいなの持ってたんですよ、ステレオって。 で当時ですね、えー、もう何年も前に30万円ぐらい出して、えー、バイトをしてですね貯めてとにかく当時はその CD っていうものに対して憧れがあって、えー、大した枚数も持ってなくてでもその音をですね自分で、えー、自分のオーディオで聞きたいっていうなんかそういう仕事があってそういうものをいいものを買ってたんですよでいいものを買ったんだけどそのまんま あ言ったじゃないですかでスピーカーの周りがねカビで、えー、おかしくない音がなんか変なんだよなと思ってカパッて開けてみたらあスピーカーがカビでですね、えー、腐敗して、えー、ふわふわして安定普通だったら木箱にね、えー、バコッあってでコルグがなんかで、えー、周りが固定されてでその周りを固定してるなんかブワブワスピーカーってこうズン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 行くから振動するからあ柔軟な部分ってのがあるんですよ。 でその柔軟な部分というのは全部カビで腐敗してて、えー、使えなくなってたと、でそれをしょうがないので、えー、知り合いの車を借りて、えー、ななハードオフだったかなそういうところがあったんですけどもそういったところに持っていった覚えがあります。と、えー、いうようにです、ね、非常に湿度も高いところで、まあまあ、あ天気が悪いので、えー、そういった環境にあるんですけどもあれも影響していると。 うん、湿度の高いのも天気が悪いのが影響してるから、で、ラテンってあるじゃないですかね、反対側、あブラジル、ラテン系、ラテン系って、で、沖縄、沖縄はいいですね、日本で縛った方がいいでしょで、沖縄は南空ないさと。 いうところで私、いまだに沖縄っていう土地に入ったことないんですけども、沖縄の時間軸がおかしいっていうのは、これ聞いたことが結構あって、なんかお笑いのね、えー、なんかネタに、ネタじゃないかなっていうぐらいのネタにされてることもあって、本当かどうかっていうのは、目で見たい、見てみたいんですね。目で見てみたくて。で、その時間軸30分ぐらい遅れても、いやいや、ま、なんかね、 普通に入ってくるみたいなね。そんな,あな,な土地柄があるらしいんですよ。あれも、あれもですよ。天気がいいから、時間軸。別に、こんなことも聞いたことありますよ。天気がいいと、何でも、いつでも外に行って、狩りができるじゃないですか。ね。だからあ、幸せ度が高くて、別にお金に依存しなくてもいいんじゃないかって、明日、ま,またお金なくなれば、働けばいいし、みたいな。 だからそれが長寿の秘訣にもなってる。まあまあ精神的バイアスがやっぱり小さいんでしょうね。天気がいいと。で、えー、魚も毎回毎回ね、えー、春夏秋冬を取れれば暖かいわけだから。うん、で、寒い土地っていうのは、物を保存,保存しなきゃいけないですよ。秋田をはじめ、まあ、北海道もそうだし、寒い土地っていうのは春と、まあアリとキリリスをしっかりやらなきゃいけないじゃないですか。 春はあ稼いで夏もお稼いでで秋にはあ収穫してで冬場はこもるとで部屋で暖を取り、えーね、好きな音楽でも聴いて、えー、暮らすとこういうのがアリとキリギリギリスのアリさんの生活なんですよねでどっちかというと沖縄っていうのはキリギリスな感じだからあ明るいんですね やっぱり人が。まあここもそうなんですよ。静岡もなんか土地的に明るいし、非常に人がいいなっていうね、感じは非常に、これはあの日々生活の中で受けます。で、これはですね、もう人柄なんですね。人柄というか、土地の日の当たり、当たるは当たらないなんですね。だからこの辺をですね、しっかりと、 私たちはですね、あの取り入れて、まあ、浴びれるものは火を浴びるというところで取り入れてみてはいいんじゃないかなと、まあ、暗号通貨の話をするより、おそらく今、天気とバダブルでね、えーまあ、精神的なバイアスがかかってるんじゃないかなと思いまして、えー、こういうお話をしてみました。まあ、最初に持ってきたのは、あそのためですね。 でえー、っともう一つね、これ、明るい話をしていこうかなと思うんですけども、ん調査の対象、富裕層の約60%が暗号通貨の投資に関心を示したっていうところがあるので、えー、これがですね、やっぱり時間軸が変わってくれば、き、まあ、今日より明日明日より1年後とかね、飛びましたね、1ヶ月後とか半年後、半年後より1年後。 1>, 1年後より2年後、5年後、10年後ってなってった方が、このお、やっぱこの関心があるってことはあ、富裕層が関心があるってことは、もうキャッシュのフローを生み出せる、あるいはあ何かやれんじゃないかなっていうね、自分が仕掛け人としてね、やれんじゃないかなっていうところだと思うので、えー、この辺をちょっとね、えー、シェアしてみました。はい では、ねあのー、株の方も開きましたので株の方に戻りたいと思います。株なんかはもう、あのー、情報を、うん、別にいーもう取るだけでいいんです。取るだけで、えー、世の中がどう変わってくるのかっていうのをずっと見ていくのでだからそのための情報なんですよ。 ここ大事なんですよ。何でもかんでも参加すればいいのかって言ったら、何でもかんでも参加してたら、資金っていうのは限られた資金があるから、あ参加できないですよね。だから、本当今、私であれば、あ固定ですね。1個、2個。で、朝方、朝方は1個売りましたけども、あれはまた長期でも全然いいと思うんで、えー、まあ、あれですね。メガネのやつ。 メガネのやつは、メガネスーパーのあそこのビジョナリーかな。ビジョナリーは売りましたけども、これまた長期でね、下がったところに、今いくらなんでも下がりすぎだから、あのー、この辺をまた長期で、えー、保有していこうかなと思います。はい。えっ、ー、と、ビジョナリーは10月かなあ。なんか優待がね、もらえると思うんですよ。うん。で、ご興味がある方は、あまあまあ,あ、買う必要はないですよ、うん。安いし、ただビジョンが面白いんでね。 えー、スカウターみたいなものを出してくれれば、これは面白いじゃないですか。ねスカウターみたいなの出れが出ればあ、これは将来的に面白いですよ。で、マニュアルも別に覚えなくていいんで、で、これが実行できるシステムを作ってるっていう段階のようなんですよ。のようなので、まあ、ここを視野に入れれば、マニュアルが崩壊するんですよ。 紙ベースのやつがこれは面白いですよ。うん、だここまで、えー、見えてね、これは想像上のお話もお加味してますけども、のそこまで見ると、まあ、店舗も全国にありますから、非常に面白いですよね。えー、まあ、自己資本比率が非常に高い低いのが傷ですけども、7.9しかないからね、この辺は怖いんですけども、あにしても、そのビジョンが面白いかなっていうとこね。 えー、っていうところで、えー、お開きにします。ね。ね、えー、その、なんていうのかな。朝の時間と昼の時間と、夕方の時間と夜の時間っていうのは、使い分けっていうのは、あやっぱ大事だと思うんで、あとは、あその情報の断捨離ね。これ大事だと思います。時間がない、時間がないっていう方いらっしゃると思うんですけども、情報の断捨離。 だあるいは、その情報だけではなくて、自分ができること、できないことを明確にしちゃうっていうのかな。もう片付けがいいですよ。片付けができない、できる、置いといて、やったほうがいいんですけども、整理がつくから、見栄えがね、視覚から入ってくる情報が減れば減るだけ、情報の精査がしやすくなりますよね。だから、片付けはしたほうがいい。で、この片付けも、少しですね、あれを置くんですよ。あのー メリハリハをつけるうーんだから私であればあ、PC のデスク周りっていうのは、もうモニターがあって、PC のキーボードがあって、ノートがあって、ボールペンがあって、もうこの程度なんですね。で、今、色筆を読み始めて、不正が、不戦がね、あったりするんですけども、で、これも、日の終わりには、ちゃんと整理をしてね、えー、あるべき姿にして、あとマグカップか。 これは水を取るのにね、水分を取るのに置いときますけども、その程度なんですね。で、このようなことを、要は身の回りで、えー、メリハリをつけるね、えー、ことをすればいいんです。っていうことをやると、非常にやりやすいと思います。あのー、頭の整理がつくってのは、脳みそですからね、私たちを、体を動かしてるのは。 とににももかくにもこの脳みそってていいうものののが動いているので、この脳みそに負荷をかければかけるだけ面倒くさいことになるんですよで。脳みそに負荷をかけなければあそれがスムーズにいい展開が本来であればいくものも難しくなっちゃうと。ね、負荷をかけると。 というところなので、まあ、この辺のシェアですね。で、暗号通貨の話で申し訳ないんですけども、精神的なこうダメージっていうのは極力減らした方がいいと思うんで、まあ、えー、な,なんていうのかなあー、先にね、こういったものを出してみました。またね、こういったお話、今回それだけだったんですけども、なんかあればあお話をします。あと、まあ、今のところですね、大阪の方は問題なさそうですか。 あ余,震ってえー、余震は続いてるようなんですけども大きなね、えー、その後ツイッター見てても情報ってのは流れてこないので地震が来ればあ,あれだな。 あのー、出てきててもおかしくないというところなので、えー、この地震の方は今のところ落ち着いてるんですけども余談はね、えー、やっぱり集中して、えー、余,震余震本心がないようでしたらそれでふっとまたポジションをね、えー、切り替えなきゃいけないのでそのお朝日を浴びるっていうことで前向きなね えーまあ、物がね、周りで壊れてるのに何言ってんのって怒られそうなんですけどもお、ポジションの切り替えってのも非常に大事だと思うしい、ね、そういうところで生かしていただいたらいいんじゃないかなと思います。はいそれではね、素敵なコインライフ、うまあ、今回ですね、暗号通貨のお話でなくて申し訳ございません、えーのー。気分をね、やっぱり明るくっていうところで、明るくするのには明るくならないと思うんで。 あのー、雨とね。で、雨の理屈と、やっぱ晴れの朝日の理屈っていうのは、そういうところだと思うんですよ。これは何の著書を読んだわけでもないんです。読んだわけじゃなくて、全国的に起きてることを並べてみてね、えー、こうじゃないかなっていうのを推測を立てた次第でございます。まあ、な何かね、こういった情報があればあ、教えてください。ではでは、あバイバイ。